アンドロイド山田。なんすかそれ。よし、ということで次2つ目の依頼。あ、ん？ねえ、なんかあっこ妖怪おることない？ねえ、おるよね。ちょ、待って待って待って、見に行く。見に行く。こっちにもおるんや、そういうの。ウォンテッド妖怪みたいな感じ。違うかな。ん？どこ？この辺じゃない。あれ？おらんくね？ちょ、邪魔よ。おらんくね？あれ？あ、こっち？あ、ここはあの、ほのぼの家族のところ。あ、なんかおる、なんかおる。なにこれ？アンドロイド山田。なんすかそれ。なんだろう、このなんとも言えない妖怪。果たして、その山田は本物なのか？なに、誰？その真相は戦うことでわかるのだ。謎の声。本物の山田なら君の仲間となり力を貸してくれるだろう。誰？っていうか、どこから？さあ、少女よ。君の選択を聞かせてくれ。バトルしますか？バトルの前に日記で記録します。まあいいんやけど、それは。じゃあ、バトルします。その選択を聞いたアンドロイドは熱き鉄槌を下すのだ。熱き鉄槌？ねえ、誰なの？アンドロイド山田。バトルスタート。なんやわからんけど。何？強いんかな？ちょ、待ってね。はい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 。回せ回せい。関節がアンドロイドか？素早さがダウン？ちょ、待って。回らない回らない。私のスピードまでダウンしよる。よろしくないよ。さあ、回復してくれ。世界平和のつぶやき。メラメライオンの体力がやばいよ。はい、次。つなげろ。一個つなげれてなかった。なんかね、音楽かっこよくない？あれ、いつもこんなんやったっけ？もしかしていつもかもしれない。いっけー、ウサピョン！極太ウサビーム！当たらねえ。当たらねえ。全然じゃねえか。ちょっと待って、やべえよ。お払いお払い。こすれ。そっかそっかそっか。相手にも位置があるんだよね。じゃあ、待って、メラメライオンの攻撃なら今当たるでしょ、その場所。正面やもん。チャージ完了。待てよ、チャージ完了じゃねえし。何、どういうこと？やられたじゃん。回せ回せー。ちょっとウサピョンのお払いを。お払い完了。いや、お払い完了はいいんだけど。ちょ、待って、マジで。メラメライオン。メラメライオンが。ちょっと代わりのやつ出すね。ほのぼうの。そして。おーし。いっけ、ほのぼうの。チャージ完了。あ、やっつけた。あれ？そんなに強くなかった。あれ？メラメライオンの被害だけで終わったわ。で、どうなの？本物なの？これ。本物とか偽物とかあるんかな？果たして、その山田は本物なのか？ここが運命の分かれ道だ。まだ分からんのか。君が戦った山田は、偽物の山田だ。アンドロイド山田じゃなく、アンドロイド渡辺だったのだ。誰ですか？アンドロイド渡辺。そんな。しかしながら。アンドロイド渡辺は心優しくアンドロイド。落ち込む君にアイテムを差し出すのだ。バリウマスナックを手に入れた。ありがとう。お菓子くれたよ。お菓子で励まされるとか一体何事？とりあえずあれだ。今のは、定期的に現れるっていうことかな。で、その定期的に現れる中に、本物がいるわけね。なるほど、なるほど。把握した。で、今のはアンドロイド渡辺だったと。なんだよ、アンドロイド渡辺って。渡辺でもいいから仲間になれよ。何、弱いの？弱いの？アンドロイド、誰だっけ？山田か。一瞬田中って言いそうになったよ。
アンドロイド山田は強いの？え、ってことはやっぱり簡単にやっつけることもできんってことかな。難しそう。まあ、とりあえず、当たっちゃった。ごめんね。今度からは、それにも気をつけながら、マップを見ていかねばならんということだね。よし。帰ってきた、帰ってきた。でも帰ってきたと思ったら部屋におらんとかさ、謎が多すぎるよね。あ、こっちじゃなかった。まあいいや。そして弟の部屋を開け放すやつ。あゆうさ不思議探偵社までワープしますか。ほい。ペローン。ほい、来たー。さあ、二つ目の依頼。いや、まあ正確には三つ目やけど、ストーリー的なものではね。こんにちは、アイナさん。探偵依頼をご確認くださいませ。ほいほい。次は？これか。素敵なプラモをくださらない？息子さんのために素敵なプラモデルを探してほしいというご依頼が来ています。とてもお困りのようですね。すっげえ息子は甘やかしてそう。じゃあこれね。このクエストを受けます。このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。お、本当にお子様が探偵なのね。ご安心ください、奥様。見た目は子供、頭脳はオタクですから。オタクかい。何の意味が。え、てか、カンチのお母さんなんや、マジか。へぇ。そう。依頼は素敵なプラモを探してほしいとのことでしたね。ええ、実はうちのカンチ。いえ、息子が大事にしていたロボットのプラモデルを、お部屋を掃除するときに誤って壊してしまって。ああ、なるほどね。お、これはなんか共感できる感じか？でもそれだったらうちに来なくても、お店で同じのを買っちゃえば。それが、そのプラモデルは限定品で、もうどこにも売ってなくて。へえ、それは許されない。それはやっちゃいましたね。私が息子さんだったら激横ですよ。ですからこちらに。こういうのお得意なんでしょ？誰がお得意だって言った。お得意って、いつの間にそんなことになってるのに？ああ、そうだ。この前ここのホームページに、オタク芸依頼なら何でもお任せ。って私が書き込んだんだった。だからお願い。代わりになりそうなプラモデルを見つけて、うちに届けてもらえないかしら。なるほど。そういうことでしたら、我々にお任せください。限定品の代わりになるものなんかないだろう。全方位型オタクの名にかけて、必ず見つけ出してご覧に入れます。それ、威張ることかな。全方位型オタク。すげえな。どうやるの？と、言っては見たものの。さあ、どうしよっか。あんなに自信満々だったのに、何も考えてなかっただに？オタク系の依頼でテンション上がっちゃって、つい。ロボットのプラモデルで超レアもの。こいつはなかなかの難題だぜ。どうすんのさ。ロボットといえば、ちびちび組み立てるの新作で、妖怪の力で自由に動かせるロボットが出たみたいですよ。おー。え、なにそれ？そんなの超燃えるんですけど。何？ちびちび組み立てるといえば、ん？ちびちび組み立てるとくれば、うんちくまに聞いてみるのが一番だに。そっか、前にちびちび組み立てるのロケットを作るの手伝ってくれたもんね。やるだに。あよな、うんちくまのよりひょうたん池博物館に行ってみるだに。なるほど。またあのうんちを聞くわけね。オッケーオッケー。んー、ということはまた、ワープします。ペローン。よし。さあ、またしても弟の部屋を。さっき閉めたばかりかもしれないのにまた開け放していく。あ、あれやね。ちゃんと玄関先の靴とか消えるんや。すげえ。見た？みんな。なんかね、玄関先に置いてあった靴をさ、なんか、家を出ていくときにちゃんと履いとったんや。ちゃんと履いて出ていったんや。すげえな。細かいな。ね、そういうところ。んで？博物館。ん？うんちくま。うんちってまた言われるけん。
てかすごい、結構頻繁に出るんかな、新しい GO。ちびちび組み立てる。うんちくま、来たよ来たよ。どうも。うんち、くさいこー。おや、久しぶりくまね。今度は一体どんなようくま？なんかそんなに久々感ないんやけどな。うんちくま、実はね。カクカクしかじかで。うんちく。なるほど。ちびちび組、ちびちび組み立てるの新作について聞きに来たくまね。なに？そうだに。ゆうはなんか知らないだに？うんちく。ふっふっふ。よくぞ僕に聞いてくれたくま。ちびちび組み立てるの新作。それはズバリ。なに？すごいくま！ YBX くま。まさか YBX って、あの、ガンバール戦記の、なにそれ。うんちく。その通り。奇跡のコラボレーションってやつだくま。なに？ YBX？ ガンバー、なんだに？全然わからぬ。YBX はガンバール戦記って作品に登場する小型ロボットのことくま。手のひらサイズで小さいんだけど、とっても高性能で頑丈なんだくま。そうそう、アニメの28話では YBX が大きな列車を止めたりしちゃうんだよ。なるほど。それはすごそうだに。すごいクマ。ちびちび組み立てるの YBX もすごいクマよ。なんと、妖怪の力を使うことで、アニメみたいに動かすことができるクマ。すっげえ。そんなのガンバール戦記オタクにとっては夢でよ。夢でよって何？うん。これならきっと依頼人の息子くんも気に入ってくれるよ。すごいクマ。しかもこの YBX は動物がモデルになっていて、とってもかっこいいクマよ。マジっすか。だったら絶対胸はライオン。ライオンだよね。なんか戦隊ものそんな感じじゃね。ふっふっふ。それは後のお楽しみクマ。ちなみに YBX 完成に必要な妖怪は、あそっか妖怪がいるんか。メラメライオン、ダイナシー、シングコングの3体だクマ。お、メラメライオンはまた活躍してくれるかな。じゃあメラメライオンはすでに友達妖怪だから、あとはダイナシー、シングコング、2体を連れてくればいいだに。僕のデータによると、ダイナシーは青葉原の路地裏に、シングコングは真夜中のサンセットモールによくいるクマ。ちゃんと集めてこれたら、君たちにこれを作らせてあげるクマ。キャッホー！ありがとう、うんちクマ。ただし、注意するクマ。この妖怪を全部集めるには、こっちランクを C ランクまで上げておく必要があるクマ。もしまだ C ランクまで上げてなかったら、ちゃんと上げておくクマよ。妖怪であります。あ、やっといてよかった。てか、ダイナシーも私友達にいますけど。いますけど、なんかイベントみたいなのいるんかな？普通にいいんかな？友達になっとったら。まあじゃあ、とりあえずダイナシーは置いといて、シングコングの方に行ってみよう。真夜中のサンセットモールって言ったね。え？真夜中のサンセットモール？ってことは一回寝てから行かないといけないのか。てか、あれじゃね？前にさ、あの、リクくんを探しに行った時におったのシングコングじゃね？ね、歌いよったよね。ジャイアン的な感じのやつ。え、あれってこと？じゃあちょっと一旦寝ます。じゃあこれでそのまま、今チャリに乗った意味。あ、ちゃんと矢印は博物館か。関係なかった。うんちくまの場所やね。じゃあ普通にこれで、いけるね。トンネルをくぐっていくんかな？桜住宅街、トンネルやね。うん、こっちこっち。こっちじゃねえわ。はい、こっち。んでもって、あ、いつもならここ女子高生とかやのに、会社帰りのサラリーマンかな？やっぱ人が違う。新鮮だ。ほらほら、サンセットモール、ここじゃないか。アンドロイド山田はいない？アンドロイド渡辺じゃないよ。地図。アンドロイド。そんな表示されてないけど。おらんね。悔しい。絶対本物見つけたいね。見つけて仲間にしたいね。待って、運搬通路に入ってきた。全然ちげえ。こっちからか。
今は夜中なの？普通に営業時間じゃない？違う？ね。あ、てかあれじゃない？なんやっけ？どこやっけ？なんかさ、マンホールから行けるんじゃない？あっこかな？地下街。あ、多分その辺から入っ、何あれ？なんか熊さん置いてあるけど。あれは何？取れないの？こっから入れる。チュッチュッチュイ。あ、動きよるあれ。ちょ、待って。まずこれ、拾った？葉緑茶を手に入れた。これこれ。妖怪ってことか。ほらほらほら。うわ、長花や。長花や。長花を見つけた。こいつ仲間にならんねよね。行くでー。ああ、引きたいわ。桜スクラッチくじ。削ってる時のドキドキ感がたまらへんねんな。でもあんまり引きすぎるとお金が足りひんくなるやろ。せやから今ここで頭を冷やしてるところやねん。どや、頭冷やしついでにわしがおもろい話したろか。おもろくないだろうけど聞くよ。行くでー。おう、聞いてくれるんか、おおきに。スクラッチくじで最高の絵柄は何か知ってるか。知らん。一等やと思うやろ。甘いな。最高の絵柄は一等やなくてエクセレントくんのマークや。誰？あれは特別なマークでな。何にでも組み合わせられるんや。同じ絵柄二つとあのマークが出たらもらえるっちゅうわけやな。そんでな、場所によって商品が違うのも知ってるか？青葉原とエクセレントツリーと中央シティの三種類あるんや。どこに何の商品があるのか確かめるのも大切やで。商品といえば、二等と三等の商品は日によって変わるって気づいてたか？二等三等は本体時間の朝6時に、本体時間の朝6時に更新されて変わっていくんや。くれぐれも商品欲しさに、本体時間いじったらあかんで。きついペナルティがあるからな。それと自分、音楽ゲームって知ってるか？下画面のハンドルを回して飛んでくる球をキャッチするミニゲームや。ここだけの話、あのハンドルってスライドパッドでも動きよるねん。輪っかだって、ハンドルの真ん中をタッチせんでも A ボタンで代用できるしな。あのニャー系 B のやつや。やり方は人それぞれやから、いろんな方法で試してみるとええで。あと、弾を受け損ねると、ヒットポイントが減ってしもて、ゼロになったらゲームオーバーになるけど。実は、クールを出すと、HP をチビチビ回復できるねん。クールっちゅうのは、弾をバーンど真ん中ぴったして受け止めることや。端っこで受け止めたら OK になって、HP を回復できへんから注意やで。それとあれやな、ゲームに慣れてきたら、次はハイスコアを目指さなあかんやろ。スコアの稼ぐ一番の方法は、コンボを途切れさせないことや。あれな、コンボが続けば続くほど一度にもらえるスコアがどんどん増えよるね。コンボが途切れたらもらえるスコアも元に戻ってまうから継続が大事やで。フルコンボを達成したらもらえるフルコンボボーナスっちゅうのもあるで。街のどっかには何度でも音楽ゲームをプレイできる場所があるはずや。探してみ。ほな、そういうことで。なるほど、分かったような分からんような。あ、お、あ、そっか、おって、長花か。一瞬、アンドロイド山田かと思ったやん。アンドロイド山田は、そうそう、さっき探したっけね。んで、ここのマンホールから、忍び込みます。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。